今からカップヌードル45周年、スペシャルモデルの謎肉10倍盛り、本当に10倍入ってるのかどうか数を数えてみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。あとなんかこれ破片みたいなのは、これ3つぐらいで1個かな。31、32、33、この辺まとめて34って普通のカップヌードルが3個やとしたら10個ですよね。10倍ですよね。まあとりあえず食べてみますか。はい、熱湯を注ぎます。で、ラップをして、3分間ですね。一緒ですね。おいしくなれ、おいしくなれ。はい、3分経ちました。おいしくできてるかな。あれ、これ肉なんかスープに使ってないけど大丈夫なのか。カップヌードルってね、スープの粉末がそこに沈んでることが結構あるから、よく混ぜないと。いただきます。確かに肉の味は濃厚な感じはするけど、まあでも普通にあっさりめのカップヌードルですわ。肉がちょっと硬いというか、カリカリなんか気になるな。ポタージュに浮かれたクルトンみたいになってますわ。早すぎたんかな。これ肉が多いからね、スープのお湯を
たっぷりめに入れないと上に盛り上がってんのが使われへんのですよ。使ってないから肉だけが、麺はえぐわになってんのに肉だけが戻りきって切ってないみたいな、そんな状態になっちゃってますよね。ちょっと失敗気味かなこれ。肉を後に残してゆっくり食べよう。はい、美味しくいただきました。味はまあまあ肉の味がちょっと濃厚な、普通にまあ美味しく食べられるカップヌードルですね。僕はカップヌードルの味ってそもそもあんまり嫌いじゃない、好きな方やから結構美味しく食べられましたよ。でまだこれスープと肉もかなり残してあります。でここからが本日の第2ラウンド、これを温かいご飯にドバッとドバッとかけます。かけました。はい、これが、噂の謎肉丼。結構なんか見た目そんなにグロくないですね。ちょっと行儀悪いけど片手カメラで塞がってるのでスプーンでいただいてみます。どうかな。こんな感じ。うん、まあまあこれはこれで結構いけますわ。もう今晩の晩ご飯はこれだけで十分ですね。カップヌードル、肉盛りペッパー醤油、なかなか侮れない味です。